僕がこの事件を起こしたのは僕のせいではありません。この社会そのものが害悪に満ちているからです。私の家ってどこだっけ？ああ、そっか、横浜だよ。あ、そうか、今日って。私、あんたみたいなやつ、大嫌い。ねえ、セリカ、あなたはどこへ行く気なの？これ、どうにかしてよ。ねえ。
なんだっけ、光を。確か。ここで私は僕があいつにできる唯一の償いだから。僕たちは一緒にいたら何も変わることができない。離れたからこそ僕もあいつももう間違えない。男が好きな子にすがりついて生きてくなんてできるわけないだろ。あれ後悔なんてしないよ。僕は自分のしたことに悔いはない。満足してるんだ。このクズ。
鈴木、ずっと隣にいたって、誰？親友だよ。親友なんていたんだね。あんなひどい殺人を犯すようなあんたにも。あんたの親友って、同じように症候群者だったの？今何をしてるの？いや、普通の人だった。もう亡くなったよ。彼女は、この世界のどこにもいない。最后的结局也太闪了吧。好闪。后面还有彩蛋啊。其实我你上个厕所回来就没哦，木手安安。其实我看完还是会觉得，就是校园的那一段设定超级胡乱，真的很胡乱，非常胡乱。但好像也只有那样子的设定才能去合理解释化这样的现象。把混沌之子症候群视为一个被歧视的种族，用两个种族和一般人正常的人互相碰撞，接下来混沌症候群的人受不了，引发这一连串的命案。今天结局走多久？快四个小时吧。看电影后怎么结束的？就是虽然人在看电影，但想到的是之前以前的画面。是真的还蛮短的，跟其他个人线比起来，这个真的短很多。你看奶奶跑了两天，真结局一天就结束了。有刚刚有人说有彩蛋，但不得不说现在视力架的状态，好了，真的不，已经不是我喜欢的视力架，可以把它让出去了。一下长大，你说，原来 DK 不是要吗？给 DK 啊，给 DK， 你有奶奶就好啦。虽然现在奶奶是这个样子嘛，对不对？但是我还是觉得症候群的这个状态设定真的太胡乱了。虽然很胡乱，但我想不到有其他的
配圆这个设定的方法。奶奶或权力，没关系，都给你，给你。我还是喜欢带个人线，还有一周目的没有被改造过的巧克力，才是那才是真正的巧克力啊！肥仔不舒服。现在真结局被改造化的巧克力，它会一直让我看到公代的残影，毕竟他也是从，也是被公代妄想出来的人。他的整个说话模式还有思考逻辑的调调，哦，真的跟公代一模模一样样。我一直在看的时候就会想说，哦，这巧克力是这是公代的性转吗？哦，真的，那个样子太像了。扮奶奶的权利，到头来还是会让我觉得，其实主角爱的就是自己啊！你想象一个性转后的自己，公代，公代爱的还是自己啊！你想象的就是一个，对吧、啊？性转后的自己，然后说我不能跟他生活在一起，觉得太没有男人，好恶趣味啊！真的奶奶到底，我等一下给你看 CG， 就不要吓到。肥仔不舒服啊，有肥仔消失了。有出真奶奶，有啊。次の検査は来週の同じ時間になりますので、お大事に。はい、ありがとうございました。哎、欸，这你们的症状消失以后，人也恢复正常了。姉さん、真的恢复正常。姉さんも今日は終わり？こら、病院内は走らない。はい、ごめんなさい。じゃあ行こっか。思ったより早かったから、みんなをランチに誘ってみる？来てくれると思うわ。うん。あ。忘れ物？ううん、その…いいの？姉さん。ちゃんと挨拶は済ませたでしょ。それでもう十分。それに最近は警備が厳重で誰も近寄れないわ。でも。だからいいのよ、ウキ。そうしちゃダメなんだから。ね。三天暴露。这是手吧？这是手。不要误会哦，看清楚。
定期健診お疲れ様です。害你失望，可能长大应该他现在还在发育啦，对，发育期还是有希望的，不要放弃希望。お疲れ様です。哦，恭喜香月也可以正常说话，以后香月可以看到多话香月。今日ユウは？ユウトなら学校のお友達と図書館へ行ったわ。うわ、せっかくの休みに図書館とか、末恐ろしいなおい。这这是什么？有春这是怎样？多话相悦你也可以。ユウは将来弁護士になるって張り切ってるから。哇！おへ、弁護士？子供の夢にしちゃずいぶん。で、あ？哦哦，我知道他为什么要当律师了。他想要。他想要救公代啦。香月谷买对了。おっと、いけね。皆の衆、のんびりしてるとどの店も満席になっちまいますぜ。そうね、どこで食べる？超お腹空いてるので、いつものカフェでいいと思います。どう？みんな。うん、それでいい。私もそこで。うん、じゃあそうしましょうか。はーい、ではお姉さんについてきてください。南沢先輩、列から離れないでくださいよ。置いていっちゃいますよ。あ、うん、ごめんなさい。哇，无私奉献。有春一开始干嘛在旅馆吗？没有欸，这里没有交代。Thank you.
カだな。もっと早く話してくれればよかったのに。啊，整个变成暖男了。あの。え？ああ、ごめんなさい。何？検査、どうでしたか？いつも通りね。でも、もう薬も処方されてないし、そろそろ治療もおしまいかしら。和樹の方は？うん。私もそう、かも。その声、みんなにもっと聞かせてあげるといいよ。友達も増えるんじゃないかな。あの、見ましたか？ええ。こういうの、どこで調べるのかしらね、マスコミって。最後まであの子は。今、何してるのかな？何してるのかしらね。さあ。そろそろ行きましょうか。映画でも見ていきましょうか。え？このまま帰ってもまだ早いし。
こんな空気にならないようにしようと思ってきたのに。そんなこと考えてたんだ。そうじゃなきゃ彼氏でもないあんたと手つないだりとかしないって。最近よくつないでくるくせに。知らん、誰だそれは。有村傲娇。はいはい、じゃあ付き合ってくれるのね、映画。对，伊藤人呢？伊藤完全生硬了。バチ来い。武器は？この後予定ないでしょ？うん。でも。ありがとう。でも行くならやっぱり映画にしましょうね。对，川原也不见了。できれば楽しい映画がいいな。タクルに手紙を書きたいの。みんなで楽しい映画を見たわよって。あ、私も書く。お手紙毎日書く。毎日？これは負けていられないわね。おお、ブラコン姉妹ですな。いけない？自慢の弟なの。川原是谁？自慢の兄です。おう。就是奶奶的青梅竹马。ほら早く置いていくわよ。你想想，你原来你是真的忘记了。映画ならおすすめのあるんですけど。花のおすすめはいつもバカ映画すぎて話になんない。おい、勝手に触るなと何度も言ってるだろう。すいません。あいつらの結果ならいつも通りクリーンだ。今のところ再発の恐れはない。それで、いつまでのの、千里たちの検査って続くんですか？お前、これから連れて行かれる時に人の心配なんて。まあいい。そういうやつだったな、お前は。今あいつらに行っているのは、
染色体に異常が見られないかどうかの検査だけだ。まあ、健康診断みたいなものだが、少なくとも老化の原因が完全に突き止められるまでは検査は続ける。今は週に1回だが、検査回数は徐々に減らしていく予定だ。いつ頃から減らしていけるんです？精神や肉体がこう勘違いしているせいじゃないか。妄想の世界で生きるということは新しい自分に生まれ変わることだとな。そうか、精神的な勘違いだけじゃなく肉体的にも勘違いをしたんだ。実はお前に関して興味深いことがあるんだが。ん？これから先かなり長い間お前はインターネットにアクセスできなくなる。生まれて初めてのことじゃないか。情報強者を辞任していたお前がその最大の手段を失い、情報の規制を受ける。場合によっては情報から遮断されるかもしれない。そういう生活が当然となった時、お前の思考回路はそれまでとどう変化するんだろうな。デビー晚安。激しい情報の波にさらされていたお前と、波の全くない静かな海に漂うお前、精神的にどう変化するか楽しみだよ。好像在嘲讽哦。你今天看得好认真。前に約束しましたから、実験台にしていいですよ。这什么东西啊？ああ、そうだったな。可是退学 APP 要更新吧？伊藤のやつは症候群だけでなく、脳の方も随分回復してきたそうですね。助かりました。周六不用补班吗？我是不用啊。助かったのは医学的な面だ。哎呦。法的なことは知らんぞ。十三小时才不要嘞。久野里さんはこれからどうするつもりです？委員会への復習を続けるつもりですか？
当然だ。涌井が言った通り、私は踊り続けるさ。そうか。なるほど。もしかしたらお前とは、長い付き合いになるかもしれんな。涌井は、お前のことを観測し続ける。そう言ったんだろ。ええ。この先お前が、自分に降りかかってくる状況に絶望し、あるいは恐怖し、再びギガロマニアックスとしての力を取り返してしまうか否か。それが奴とのゲームというわけだ。打到天亮，别闹了，先要睡觉。密友线好像有出漫画吧？漫画是交代他去美国发生的事情，是美国吗？还是英国？反正就国外。有人大大安。哎。だったら。お前は生かされ続ける。私も、お前の観測を続けよう。奴の尻尾をつかむためにな。いいか？時間だ。はい。今までありがとうございました。苦労かけました。いや、君に比べたらどうということはないさ。俺の方こそありがとう。下周一开机械学吗？诶，不会，我会先玩个一两款游戏，以后才开始玩机械学。我没有打算接着继续玩。有线可以听广播剧。みんなのことよろしく頼みます。ああ、またな。ああ、宮代。危うく聞き忘れるところだった。取り立てて重要なことではないんだが。ん？彼女の名前と年齢だ。なぜ彼女は尾上セリカだったんだ。年齢に意味はあったのか。あ、名前は、僕の両親の名前をローマ字書きしたアナグラムでした。本当の親に求めるようなことを、僕は彼女に求めていたんでしょうね。だからそんな名前にしたんだと思います。でも、親の役割を彼女に求めたのなら、年上に設定するはずだろ。
そんな風に親を求めている自分を認めたくなかったんです。だから彼女は年上ではいけなかった。僕が守るべき年下の女の子でなければいけなかった。子供ながらにつまらないプライドですね。今考えると本当に愚かでした。そうか。でもお前はちゃんと彼女を守った。今はもう愚かじゃないさ。そうか。なんでここに。セリカ？え？何？どうしたの？いきなり。誰？あれ、知ってる人？知らない人。うん、僕も君なんて知らない。すいません、行きましょう。
这边出现委员会就刺激了，委员会应该是不会再出现了啦，就是只会发生重大事情才出现。好吧，最后巧克力有出现，我再稍微把他的评价拉回来一点好了，因为在片尾曲。在唱片尾曲的那一段话，我会把巧克力认定为说，他其实已经有感觉到自己事情的真相，但他不敢去面对这个事情，所以就回到了他原本大家所认定的那个正常的世界继续生活下去，然后对这些东西以前所认识的人或者事件再也不闻不问，有点像是逃避自己过去的。那种感觉吧，但最后巧克力有出来跟公代见面的话，会让我觉得说他算是还是有踏出他自己内心的那一步，然后同时也感谢公代为他做了这么多，稍微再。加一点分 虽然离病娇化的巧克力还是有很长一段的差距